試合時間10分経過、残り試合時間5分。勝者トーラン夏子、ただいまの試合11分44秒、トーラン夏子選手のギブアップ勝ち。従いまして青コーナーリーダートーラン夏子組の勝利でございます。
背中のため。さっきはなんだ、私のこのない髪をなんか全身の毛をむしり取ってどうとかこうとか言ってたけど、私はさっきあの場で言った通り、エンターテイナーだから言わせてもらうよ。スターダムナンバーワンのねエンターテイナーだから言わせてもらうけど、このベルトを取るやつっていうのは私がスターダムでヒールナンバーワンのように、スターダム内でナンバーワンヒーローがこのベルト取るべきじゃねえのか。いや取らせねえよ、取らせねえけど、果たしてタムは今スターダム内ナンバーワンヒーローか。上半期何の話題を作った、私が絡んでやったから最近久しぶりにメディアに名前が上がったんだろう。まずはありがとうございましたからからもう言うことはねえよ。以上だ。大丈夫、座る、うん、夏子、私は逃げも隠れもしない。この足がぶっ壊れようと髪の毛虫に取られようと、何をなくしてもいい覚悟でこのリングに立ってる。ファイブスター優勝はあんたの持つ赤いベルトにたどり着くための道だ。何をしてきてもいい、この足を折られたって私の心は折れない。ごめんね、なっちゃん。うん、うん、ありがとう。大丈夫、どうぞ。ギリギリ線かわいいね。なっちゃんが美容師さん、凄腕の美容師さん紹介してくれたから。よかったでしょ。よかった、ね、ありがとう。かのちゃんがさ、ずっとそこの残りだったこと、思いっきりやりきれなかったこと、思いっきりやりきって、私はタムちゃんが私をいつも支えてくれるみたいに、私がタムちゃんのことをずっとそばにいて支えるから大丈夫。泣かないの。嘘だけじゃないよ。わかる、ありがとう。いける？うん。今年の夏はかつてない暑さ、女子プロレススターダムファイブスターグランプリ2024新夏女決定戦、8月10日横浜武道館にて開幕。この夏一番輝く夏女が決まるその瞬間、あなたも現地で見届けて。最終決戦は8月31日、武蔵野の森。チケット好評発売中。